血液疾患のために、血液中に現れた赤が球。右上に二つある、有核細胞の内丸い角のものが抗塩基性、赤が球、左下にある二つの有核細胞の大きい方が、大染ゾメ赤が球。小さい方が、清楚メ性赤が球。一番右上と右下のいびつな角の細胞は、白血球である。赤が球とは、 骨髄中に存在する弱な血液細胞であり、臓血管細胞から赤血球に至る、分化途中段階の細胞である。成熟して脱角し、赤血球になる。赤が球は健康人では骨髄中にしか存在せず、血液中に赤が球が現れるのは血液疾患や癌の骨手に骨折などの時だけである。赤血球は臓血管細胞をとにし、 次第に分化、成熟して完成する。その段階は、増血幹細胞、骨髄系幹細胞、赤が球、巨角球系線具細胞、前期赤が球系線具細胞、前赤が球、抗延期性赤が球、多染性赤が球、性染性赤が球、赤血球であるが、線具細胞は、形態的には赤血球系との同定は困難であり、 形態学的に通常は、前赤が球が最も洋弱な赤が球とみなされ、脱核する前の清曽目性赤が球までが赤が球とされる。若い細胞ほど細胞分裂能が高いが、多染目性赤が球の段階まで細胞分裂能はある。清曽目性赤が球の段階になると細胞分裂能は失われ、やがて核が抜け落ちて赤血球となる。 増血幹細胞とその細胞系統赤血玉は骨髄で増血幹細胞から作られるが、その分化、成熟には骨髄においてマクロファージが大きく関わっている。骨髄において赤血球の洋弱な段階である赤が球は、マクロファージを中心にその周りを取り囲むように、数個から数十個が集団でより集まっている。中心に存在するマクロファージは赤賀球に接し、 ヘモグロビンの合成に不可欠な鉄や細胞の生育に必要な物質を供給し、成熟をコントロールし、また脱核させた核の処理や不要になった赤血球細胞の除去にも関与している。この骨髄内においてマクルファージを中心に赤賀球が集まり、赤血球の形成に関わっている細胞集団を赤賀球島もしくは赤賀球小島という、 ありがとうございます。